散らばる逃走者たち。角で待つのは結構詰むんですよね。ここで挟まれたら終わりですからね。ふぅ、怖い。ヒカキンさんとコムドットの雄太に電話してきたんですよ。直線だけは勝負するなって二人ですぐ言ってたんで。あれ、うわ、これ逃走中のアニメポスターあるじゃん。あ、戸村宗也くん主人公ね。パルクールが得意な運び屋さんです。まあね、ハンターが来てね、その逃げるとか、その街中を走ってっていうのは分かりますけど、怪獣どういうアニメ。主人公戸村宗也が特技のパルクールを駆使し逃走成功を目指すアニメ逃走中グレートミッション。今回はそのキャラクターたちがゲームの行方を大きく左右する。めちゃめちゃ面白いです。僕ね、実は僕ゲームマスターやってます。月村聡やってるんですよ。ミッションメールだ。逃走者のみんな、お、来た。俺の名前は戸村宗也。おお、宗也君から来ました。なんだい戸村ちゃんが春日に。今回のゲームはハンターが4体、逃げ切れば78万円もらえるらしいぞ。78万逃げ切るだけで。ありがとうございます、本当にありがとうございます戸村さん。俺たちもゲームに関わるみたいだから覚えといてくれよな。お、それじゃ絶対逃げ切れよ。任せろ、絶対逃げ切る。エリアに本当のハンターが出現。よし、気合のシャドウしてます。オリンピック金メダリストやダンスパフォーマーなど体力自慢が集結。賞金を手にする者